はい、どうも、メヘロジさんです。一眠りしましたでございます。はい。9時からライブ配信するのでよろしくお願いします。はい。で、ニュース1本。イオンがですね、育休中の手取り収入 100% 保証へというところで、男性の育休取得を後押ししますということで、TBS ニュースですね。まあ多分いろんな媒体で多分出てるんですよ。ヤフーニュースに出てたんで、はい。いろんなところで多分取材があってというところだと思うんですけども、イオンがですね、育児休業を取る社員の手取り収入 100% 保障する制度を導入するというところなんです。で、国の制度では、まあ、休業前の手取りの、手取りじゃないな、額面の言ったら 67% が、まあ、育児休業取得期間中の、180日、まではですね出ると。まあ、これ傷病手当金と一緒ですね。はい、3分の2を保障しますというところで、それ以降は月の 50% を保証しますということでございますと。で、女性の育休が 100% なんですけれども、ほぼ 100% ですね、なんですけども、男性は 15% にとどまっているっていうことなので、そこをなんとかこう促進させたいというところが狙いだそうでございます。はい。今ね、有価証券報告書に男性の育児休業取得率とかを書かないといけなくなったんですよね。で、それが、まあ、ひいてはですね、株価向上につながるというふうなことが東証のお達しでですね、そういう形で、話進んでたりするんで、まあ、言うたら、記載事項になっている関係でですね、そこのところの数字も、中長期で見ていかないといけないというところなので、まあ、それの数字を上げるための施策としては有効なのかなというところと、まあ、これは、今まで、言うたら、育休を取ってたですね、女性陣からしても、お手当のアップにつながるので、これも好ましいことなのかなと思ってます。なので、おそらく、まあ、言うたら、以前のニュースでは、パートの時給も上げますであるとか、いう話もあったんですけども、どんどんね、だから、言うたら、就業をするですね、人たちへの待遇を良くすることによって人材を確保するという、この、まあ、方針を形にしているというところなんでしょうと。まあ、給与を上げる。で、職場の待遇を良くするっていう、もうすごく、真っ当なことをやらないと、逆に人が集まらんのだと思うんですよ。で、まあ、こういうところをちゃんと話すことによって、できるだけ長いこと働いてもらおうと。で、ライフスタイルに合わせてですね、うちこんなところまで、手当て、やってますよっていうようなことを、まあ言うたら、社員に対しても言うし、新卒のその採用の時にも当然言うし、で、社外のその利害関係者に対しても発信するということでですね、価値向上につなげる、いい施策だとは思います、素直に。はい。で、こういうのを大手がやっていかないとですね、多分男性の育児休業ってなかなか難しいと思うんですよ。ね、女性は女性で育休取るけれども、そもそも給与は下がります。っていうような中で、男性の育、まあ、最近男性の育休取りましょうっていう話はめっちゃあるんですけども、じゃあその年単位で取るかというと、まだまだそんなことはないというところだと思うんですね。まあ、2週間休みますとか、1ヶ月休みますっていう事例は結構聞くんですけども、ちゃんとこう長期で休むっていうようなことを、に対するですね、まあ、ケアをきちんとしている会社ってまだまだ少ないと思うんで、こういうことをやろうという姿勢っていうのは、すごいこう、ポジティブに僕は捉えてますし、こういう会社っていうのが、まあ、少しでもね、多く、まあ、実際に飲んで多分難しいと思うんですよ。仕事に穴が開くであるとか、その独身の男性女性からの、その逆差別じゃないかっていうような目線もあったりとか、すると。一部の会社は、その女性が育休するにあたって、その女性が抜けるじゃないですか。で、そのことによって、まあ、言ったら新しい人員を臨時で雇わないといけないであるとか、とは別に、その、残ったスタッフに対しても一時金で5万、10万上げるっていうのを確かどっかの事例で見たことがあると思うんですけども、だからそういう、周りの人も逆差別にならないように、あるいはその、休んでる本人
にも、あ、ごめんなさいね、迷惑かけてっていうような構図にならないようにする工夫みたいなのも、まあ、やる必要はあるのかもしれないですし、何にせよこの辺のところはまだまだ改善の余地がある分野なんだなというふうにおじさんは思ってございます。以上です。